皆さんこんにちは。こんにちは、今回のようこそ視聴室はいつもの視聴室を飛び出して、中岳の火口からお届けしたかったんですが、そうですね、あいにくの霧がかかってまして、そうなんです、撮影日があいにくの雨ということで急遽近くにございます阿蘇火山博物館のロビーをお借りしてお届けしています。まあ、本当だったらですねこの後ろの火口は本物のはずだったんですが、ピシッと見えるんですよね。はい、さてこの中岳火口ですが、今年2月28日におよそ3年半ぶりに、見学が再開されましたが、はい、その後ですね再び規制となっていました。そしてようやく、4月24日に再び見学が可能となったわけですが、国内外問わず多くの方々がもう今や遅しとこの時をですね、待ち望んでいたんではないでしょうか。この改めて再開見学をされての感想をお聞かせいただけますか。今のような過程を経て、ようやく火口見学ができるようになりましたけれども、地元はもちろんのこと、はい、阿蘇を知る多くの皆さん方が、その喜びはやっぱりすごいなと、つくづく感じました。というのは僕もちょうど連休、この山上の方に登って、その時皆さん方の顔を見ると、会う人会う人がすごくにこやかで、もう笑顔がこうこぼれんばっかりなんですね。それと同時にそこで働いてるいろんな方々もすごく活気があって、そして生き生きとして、ああやっぱり火口が開いたということは、これだけ皆さんを元気にしてくれるんだなと、いうのは実感として感じて、すごくそういう意味では火口が開いてよかったと思ってます。今連休の話も出ましたが、私にとってはこう連休に間に合ったという、タイミングだったと思うんですが、連休中もかなりの方がお越しいただきました。ちょうど地震の前のこの連休のシーズンですね、大体それと同じぐらい来ていただいたと、約4万人ぐらい、来ていただいて、火口見学をする道路とか、この草千里のところとかも、渋滞であるし、駐車場もなかなか空きがなかったというような状態でありましたので、よかったと思うのと、ちょうど平成の26年でしたか、世界ジオパークの国際ユネスコ会議がカナダの方であって、でその時この阿蘇ジオパーク認定をされて、その台に立った時の、その時の一言の言葉が、スーパーボルケーノ、阿蘇ジャパンということでの紹介だったんですね。やっぱそれほど世界の皆さん方も注目をし、同じ火山があるけれども、この大きなカルデラと、その中に人が住み、歴史があり、文化があり、また鉄道が通り、国道が通っているというのは、世界広しといえども、どこにもない、そんな特異な、本当にまれな、貴重な、地質学的にも大切なところだという大きな評価をいただいたおかげで、今、世界ジオパークと。いうことで阿蘇は頑張っておるところです。はい、今世界ジオパークの話題が出ましたけれども、今年の夏、いよいよ世界ジオパークの4年に一度の再認定審査が待っています。そうですね、市長は阿蘇ジオパーク推進協議会の会長でもいらっしゃいますので、その再認定審査に向けた意気込みも伺えますか。その再認定に向けて課題が3つ4つありました。その課題をその4年間のうちに何とか解決をして、そして第2回目のもっと磨かれた、ジオパークにしようと、みんなで頑張っておった矢先に、平成28年の2年前の地震がありましたので、もうこの地震が来るとそれどころではなくて、まず日常生活を取り戻すこと、関係する市町村が復旧復興にもう全力で投球をしているところですから、ジオパークの活動は少し止まった状態になりました。そんな中でも少しずつではあるけれども、ちゃんとジオパークの被災をしたところとか、あるいは今後
もっと手を加えなければいけないところとかをスタッフがみんな力を合わせてやっておった、その途中でちょっと昨年29年に事前審査が日本ジオパークからあるんですね。その時の審査の過程では、条件付き の、はい、再認定を許すと、ということで一応その課題がたくさんつけられておりますけれども、その課題もみんなと一生懸命取り組みながら、はい、今各市町村問題の課題解決に向けて頑張っておると、そういう最中の一歩一歩をやっている時、今年の夏8月ですか、ほぼ日程は8月の初旬ということで、世界から2名の審査員の方が見られて、はい、阿蘇ジオパークの、進捗状況と、活動状況と、そして課題と、そういうことがクリアされているかということを審査に来られることになってますけれども、今一生懸命みんなで力を合わせて、そういう改善解決に向けて頑張っているところです。ぜひとも認定をしていただいて、そして、この熊本地震からの大きな復興、あるいは復旧の、また道しるべに元気を与えてくれる、そんなことになればいいかなと思ってみんなで頑張ってます。はい、私もまたですね、会場でまた再認定のコールがかかるのも本当に楽しみにしております。そのね、阿蘇中岳、火口も含めた阿蘇ジオパークなんですが、今年の8月にその世界の審査が発表されますので、皆さんもぜひ期待して、また応援をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ではここで私の方から阿蘇の観光情報をお伝えしたいと思います。まず、6月3日日曜日朝7時から阿蘇草原保全活動センターで阿蘇マルシェが開催されます。阿蘇ならではの食材で作る朝ごはんや熱気球体験など盛りだくさんの内容となっております。また、温泉ガストロノミーウォーキング in 阿蘇内の巻温泉も同時開催となります。詳しくは阿蘇マルシェで検索をしてみてください。それからですね、これからのシーズン、登山の、シーズンを迎えますが、市道潜水橋線は道路の復旧工事のため全面通行止めとなっております。潜水橋から高岳、中岳には登ることができません。通行止めの看板が出ていますが、ここから先は車両だけではなく歩いて進むこともできません。大型連休中には通行止めのルートから侵入した登山者が、遭難し、防災ヘリに救助されたという事故も起きております。高岳、中岳に登る際は砂千里ルートをご利用ください。また阿蘇中岳の火口もですね、これから夏休みシーズンを迎えてさらに人が多くなると思いますが、天気や火山ガスの方向によってはですね、入場規制がされる場合もあります。火口の規制については阿蘇火山火口規制情報、ホームページでリアルタイムに情報を出していますので、そちらを細かくチェックされてぜひ、お越しいただきたいと思います。ではここで市長のクイズをお願いします。はいはい、ちょうど平成26年、カナダでの世界ユネスコの会議があって、その時阿蘇が世界ユネスコジオパークに認定をされました。その時発信をされた紹介の言葉、なんとかなんとか阿蘇ジャパンということで紹介を受けました。その前段のところの言葉は何という言葉でしょうか。今回がこの問題です。はい、ヒントはですね、市長が今日の撮影の中でコメントとしても発表されましたし、英語ですね。そうですね、はい、になります。答えをどんどんお寄せください。今月のようこそ市長室は、いつもの市長室を飛び出して加工から、お届けしたかったんですが、そうですね、はい、また何かの機会でこの番組で、本当来ていただくと一番新緑の校 で、 そうです、ね、草原も木々も、もう緑たちが、今ぞ自分たちの出番だと、いうことで思いっきり弾けておりますので、一つ皆さん方にはたくさん
阿蘇の方においでをいただければと思います、うん、はい、きっと新しいエネルギーを与えてくれる阿蘇であると思っております、はい、皆さんのお越しをお待ちしております、今月のようこそ視聴室は、阿蘇中岳火口見学再開と阿蘇ジオパークの世界再認定審査について阿蘇市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で阿蘇温泉観光旅館協同組合から阿蘇内の巻温泉日帰り入浴券をペアで4組様にプレゼントします。今年開湯120周年を迎えた内の巻温泉の13の施設で利用できます。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは6月29日金曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。阿蘇市坂梨地区で見られる冬場に凍る滝の名前はの答えは古賀の滝でした。たくさんのご応募お待ちしています。